はい、速稼塾の久保です。今日もね、尖閣諸島と日本、中国の関係をちょっとね、お話していこうかと思います。まあ、例のね、漁が解禁になって1000隻ぐらいの漁船が尖閣諸島沖に来るんではないかなっていうふうな話ですけども、実はですね、一部を除いてあまり来てないみたいなんですよ、漁船はですよ。で、漁船がなんで来てないのかってことをいろいろリサーチしてみると、漁船っていうのは尖閣諸島沖まで来るとその燃料代の方が高くつくんで、基本的には来ないそうなんですよ、行けって言われても。ただ前回2016年あたりに退去して押し寄せたのは、漁船一隻一隻に報酬を出すから行けっていうふうに言われたんですよね。だからまあ損なく漁ができるんだったら行ってもいいかなって感じで、まあ消極的にですね、尖閣諸島に漁に来たらしいんですよね。まあ、ですので今回は補助金が出ないんで、わざわざ来ることもないかなっていうのと、まああそこに行くなというふうにね言われてるんで、 SNS とかで、その港にもね横断幕がかけてあったんで、だったらまあ金もかかるし補助金も出ないし、行ったら政治的問題にもなりそうだからやめとこうかってことで、いつも通りの区域内で漁をしてるらしいんですよね、漁師さんは。ということなんでね、漁師さんが、尖閣諸島にもうあそこで漁をすることに燃えてるかどうかって言ったら、そんなに燃えてるわけではないみたいなんですよね。でこういうところが分かったのも一つ、まあポイントかなと思いますよね。それでね、中国国内のことなんですけども、どうやらね、食料不足がものすごく顕在化してきてるそうなんですよ。で中国って農業大国のような気はしますけども、実際は輸入してるんですよね。あの広大な土地で農業をしっかりとやってるんですけども、ただね、やっぱりこう収穫が不安定なところもあるそうなんですよ。まあ、それで今年はちょっと収穫がねなかなかできなくて、来年の春ぐらいには足りなくなるんじゃないかなっていうふうな予測が立ってるんで、中国国内では例えばね、飲食店で10名ぐらいのお客さんが来た時には9名分の料理を出すそうなんですよ。それでも大体余るそうなんですよね。まあ、そういった形で節約してるそうなんですよ。そして習近平国家主席も食べ物を残すなっていうお触れを出してるんですよね。なんかね、初めてまともなことを言うのを聞きましたけども、まあそうらしいんですよ。でこれは数ヶ月前、2、3ヶ月前なんですけども、中国にね、いろんなところから集めてきた食料を備蓄している倉庫があるんですよ。まあ JA の倉庫みたいなやつですけどね。で農家からいろいろとね、こう買ってきた農作物ってあるんですよ、畜産物とか。で基本的にそれは一旦中国政府が買い取って、それを再配分するって形なんですけども、まあ安く叩いてね、で高く売って中国共産党が儲けるんでしょうけども、ただですね、その倉庫を管理している官僚が要するに横流ししていて、倉庫の中には土袋が積んであっただけなんですよ。食料かと思ったら全部土袋で、全てに横流しして、その官僚がもうくすねていたわけなんですよね。で市場に食料の備蓄がなくなって、食料の流通がなくなって、値段が高くなった時に小出しにして売るみたいなことで儲けてるのが世の常らしいんですけども、どうもですね、その倉庫が何かの事情でね、それ放火かもしれませんけども、火災になった時に、おい土袋ばっかりだぞみたいな感じだったらしいんですよ。でその倉庫を管理しているそのお役人っていうのがね、まあお亡くなりになったりとかね、粛清されたりとか逃げたりとかしてるみたいなんですけどね。だから中国で大規模な食糧難が起きてしまうんじゃないかなと思います。私の見識の及ぶ限りでの話なんですけども、中国って小さい国がたくさんあるのをまとめてるっていう感じらしいんですよね。まさに共和国みたいな感じで、言ってみれば少数民族がたくさんいて、それをガサッとひとまとめにして、中華人民共和国っていうのができてるそうなんですよね。まあ、ですんで本当部族とかね、少数民族とかっていうのがなんかこう一緒になってるんで、それぞれ宗教とか思想とか習慣とか基本的には違うらしいんですよ。それを強制して一つの共産国家にしてるみたいなところがあるそうなんですけどね。私の見識が違うかもしれませんけどね、詳しい方いたら教えていただきたいんですけども、まあ、ですんで心の中ではみんなね、本当は自由民主を望んでいるんじゃないかなと思うんですよ。ただ不逮捕特権っていうものを持っている約9000万人ぐらいの中国共産党の直接の息がかかった特権階級の人がいるのと、それを目指すやっぱりね一般市民がいるのとで、この強固な盤石な共産体制というのができているそうなんですけども、ただそれもね、外交の面ですとか食料の面っていうのが壊れていけば、
もうやってられなくなるわけなんですよね。で、要するに外交もそこそこうまくいっていると。で、食料も行き渡っている、足りないけども行き渡っている状態では、一揆とか謀反って起こすリスクと、もう今まで通り生きていくリスクと考えると、暴動を起こすまでではないなと思うんですけども、もうね、お偉いさんだけがなんか食料をね牛耳ってて、私たちはもう生きていく金もないと、もうだから月給が1万円とかね、2万円とかでやらされてるみたいな方が6億人いるそうなんですよ。じゃあそいつたちの不満がたまりにたまってグツグツの、ね、シチューになってるんですよね。もうパンパン膨れ上がってる、爆発寸前なんですよ。その上でどうも外交もうまくいってないぞと、世界中から中国っていうのが目の敵にされてると、香港も自由がなくなって大変なことになって、おかしな逮捕とか起きてるぞみたいなことになると、もう他人事じゃなくなるわけですよね。まあ、ですので結託して何かやろうぜみたいな動きも起きやすいんですよね。まあそういうふうに私は捉えてるんですよ。ちょっとね、詳しい方がいたら教えていただきたいんですけども、だからこそ集会とか結社とか表現の自由を弾圧してると思うんですよね。だから人っていうのは集まるとものすごい力を出すんですよ。協力するとものすごいパワーを出すんですよ。だからこそ協力しないように分裂するように政策をかましてるっていうのが中国共産党のまあなせる技なのかなと思いますし、一部日本でもそれが成功していて、低所得者とか、それからね、派遣切りとか、なんか収入の低所得者の方ですか、こういう方って人の文句を言うことはねものすごく得意なんですよ。でも誰かと協力するかっていうとしないんですよね。でも日本でもそうなんですけども、富裕層の方とか権力者ってすぐに協力するんですよ。すぐにみんなで手を組んでジョイントベンチャーしてみたりとかね、協力して何かをやろうみたいな感じですぐ動くんですよ、ね、だから今回自民党と野党の連合ってのもありますよね、野党共闘。ああいうふうな形で権力を持ってる方はまとまりやすいんですよ。権力がない人はまとまらないんですよ。で、本来だったら権力のない方、お金のない方、もう自分の知名度がない方が集まらないといけないんですよ、日本もね。だからそれがなんかねできてないなと思います。中国は政策としてそれを許されてないんで、その協力できないのも仕方がないんですけど、日本っていうのは協力する自由を与えられてるんですよ。交流する自由とか、人と人が会う自由を与えられたりとか、結社の自由とか思想の自由、表現の自由あるんですよ、全て。それ安倍総理をめったくそにボロクソにこき下ろしても誰一人逮捕されないわけですよ、ね、むしろ、その文句を言うことによって共感する人が現れるわけじゃないですか。で、そういうんじゃなくて、誰かを攻撃するために集まるんじゃなくて、自分たちの力を集めて何か新しいことをやろうかっていう善意のね集まりが日本にもあれば、まだ何かできるんじゃないかなと思います。で、そういう意味でね、やっぱりね、情報発信することを私はお勧めするんですよ。私も YouTube こうやってやってますけども、そういうふうにするとね、やっぱり協力したいって人が集まってくるんですよね、この放送を見て。だから一つの力になるんですよ。で、まだまだ情報発信してる人は足りません、全然足りません。情報発信って言っても何か匿名でね悪口を書き込むみたいな情報発信じゃないですよ。やっぱり自分の責任をもう明らかにしてね、まあ私のことを言うわけではないんですけど、自分のことを言うわけではないんですけども、やっぱり自分が何者なのかってことをしっかりとね発信して、それを継続することかなと思うんですよ。継続っていうのは視聴者数がね、もう数千人とか1万人とかっていうレベルに行くまで私は続ける気持ちでやってきましたけども、それがね100人でも200人でもいいんですよ。自分の小さな協力するべき仲間を集めるために、それが集まるまでは発信し続けることなんじゃないかなと思いますよね。やっぱり今回もね、尖閣諸島のことも発信する人がいなければ、発信するメディアがなければ、私たちは何も知ることができなくて、いつの間にか侵略されてましたみたいなことになるわけですよね。そのぐらい情報発信っていうのは、この世の中を変えていくんですよ。私たちがね発信する人の情報を受けなければ何も分かんないんですよ。だから今度は我々も発信する側になっていきましょう。発信する側になっていくことによって、協力していくっていうことができるんじゃないかなと思いますけどもね。皆さんいかがお感じでしょうか。それでは以上でございます。失礼します。